ザ・テレビジョンをご覧の皆さん、こんにちは、門脇麦です。私が主演した世界は今日から君のものという映画が7月15日から公開されます。この映画は私が演じるマミちゃんという女の子が主役なんですけれども、5年間引きこもりだった女の子が恋心を抱く男性の役に立ちたいと、もともとイラストが好きでずっとアニメとか漫画を描いている女の子が、その男性のために仕事としてそのイラストを描くというところからお話が進んで、彼女が一歩踏み出せるか踏み出すのかという内容の映画になっております。映画世界は今日から君のもの、7月15日から公開です。ぜひ劇場でご覧ください。